墨田川小間切れ殺人事件は、1934年6月に、東京府東京市渋谷区で発生した、強盗殺人、バラバラ殺人事件である。刑務所を出所した、直後の青年が老夫婦を殺害して、家財を奪った挙句、事件の隠蔽を図って、遺体を寸断し、墨田川に遺棄した。被害者の老夫婦については、周囲から、ホラーフキジーさん、 はてなばあさんと呼ばれていたため、以後、そう故障する。最初に遺体が発見された、英体橋。橋の姿は、事件当時と、ほとんど変わっていない。1934年6月14日、隅田川に架か,かる英体橋の上流で、成人男性の左手首が発見された。翌6月15日には、上流の東橋付近で右手首が、さらに6月18日には、 芝浦の海岸に左足首が打ち上げられ、これら3個の人間の断片はいずれも同一人物のものと断定された。いずれも腐敗が著しく、身元特定は悲観されていたものの、最新の注意を払った鑑識作業により指紋採取に成功し、司法省で保管されている受刑者の指紋原子と称号した結果、被害者は徳島県出身で、窃盗の前科2犯。 ホラフキじいさんと判明。ホラフキじいさんは、数度の結婚と離婚を繰り返した後に、はてなばあさんと渋谷区公会堂通りで書体を持ち、おでんの屋台を引いて生活していた。ホラフキじいさんは、貯金が1万円以上ある、恩給がたっぷり入るなどと、大ボラを吹く癖があり、はてなばあさんは首が右に傾いていて、いつも首をかしげているような仕草だったが、ゆえのあだ名である。 6月下旬、警察が渋谷区の老夫婦の家を訪ねたところ、表戸が開いたままで二人の姿はなく、室内からは一切の家財道具が失われていた。近隣の住人や家主の証言によれば、老夫婦が姿を消した後、二人の親戚を名乗る、K という若者が借金の方にすると称して、家財の一切を売り払ってしまったという。警察が屋内を改めたところ、 襖や天井には血しぶきが散らばり、畳には染み込んだ血を拭き取った痕跡が認められた。カビが生え始めていた畳を上げたところ、床板には大量の血が染み込んでいた。やがて家財道具の売却に関わったというバタヤが現れ、以下のように証言する。バタヤが語るその男の容姿は、近隣住人が語る刑に告示しており、警察は刑が老夫婦を殺害して、 遺体を切り刻み、隅田川に捨てさせたと推理した。目撃者数名の協力を得て、監視機関が保管していた刑の受刑機関の写真数万枚の中から容疑者と告示しており、刑と推定される人物が写っているものを特定、大量に複製して、各警察署に手配した。そして6月23日、四谷警察署天馬発出所で、見張り勤務に当たっていた Y 巡査が、 ケによく似た都市格好で、氷を携えた男を発見した。しかも彼の鼻には、あざがある。職務質問したところ、彼は、ためらいもなく、ケ二23歳と答える。彼が携えた氷の中にはノコギリ、ナタ、デバ傍聴、長名が収められ、それらの柄には血を拭った痕跡があった。Y 巡査はケを緊急逮捕した。ケは偽名だったが、やがて本名がわかり、 前科3班と判明。その年の5月10日に前橋刑務所を出所した。彼は神奈川県平塚市で寿司屋の出前持ちとして働き始めたものの、集金した25円を持ち逃げして上京した。そして偶然に入った洞吹爺さんのおでん屋台で景気のいいおたばなしを聞かされる。彼は有りを盗む計画を立て、老夫婦に取り入って、 曲がりの契約を取り付けることに成功する。彼は、大正時代に発生した有名なバラバラ殺人事件、鈴弁殺し事件にヒントを得て、老夫婦を殺した後に細かく刻み、隅田川に捨ててしまおうと計画し、刃物を買い集めるなどして、準備を整えた。6月7日夜、K は酒を買い込み、老夫婦にたらふくご馳走した。彼の真意など知らない二人は、 大喜びで酒きを受け、いい気持ちで二人とも床に入った。翌6月8日の午前2時、二人が熟睡していることを確認した刑は、長菜を振るって、夫婦ともども斬殺し、その後は、ノコギリやなた、デ羽包丁を駆使して肉から皮、骨、内臓に至るまで一寸刻みに切り刻んだ。途中で刃物の切れ味が鈍り始めたので新たな包丁を買い求め、 十四時間かけて、夫婦ともども民地上にした挙句、石油缶ごこに収めて、偶然出会ったバタ屋に捨てさせたのである。しかし、刃物を買い足すなどして、作業を中断したため、うっかり、ホラフキ爺さんの両手首と足首を寸断し忘れた。ここから指紋を採取され、逮捕に至ったものである。なおこの手首は、犯行前夜に、変な手つきをして、内裁を気味悪がらせ。 K に、間もなく、俺に殺されるので、虫の知らせがあるらしいなという考えを抱かせたとの、相場があり、その手首によって、捜査の突破口が開かれたことから、妙な因縁として捜査員の間で話題になった。なお、コラフキ爺さんの、出まかせ話を信じて犯行に及んだ K だったが、彼が手にしたのは、現金19円、通帳の残高50銭のみだった。 刑は、同年の9月12日、東京地裁で開かれた第1回公判で、死刑にしてくださいと、自ら誇った。しかし判決が下される9月19日には青ざめて、出廷を拒み、大勢の監守に支えられて法廷に姿を現した。10月12日、死刑が執行された。ありがとうございます。